よるんですけど、人にもよるし、その日の流れにもよるんですけど、うん、なんだろう、か背中を押してもらいたい時はもちろん聞くあるよね、うん、でも背中を押してもらいたいタイミングで違うこと言われたらその後聞かないこと言うんです。がっくりですね、がっくりですね。そう、背中を押してほしいって分かってくれなくて、なんだけど俺が思うにって長かったりとかさ、うん、もういいからもう行きなよ、いいからよくでとか言ってくれても、そうなんです。それか、あの、なんかあの、タッチによるとか、うわあ当たり前なんで、そっかそっか。そう言われると、それは、打ち方によるよね。確かに、そう。タッチによるは当たり前だし、そこまで、そう練習ラウンドもして、一緒に練習もしてて、確かに私のタッチって大体分かるよね。どういう入り方する感じで打っていくかっていうのは大体分かった上で、まだタッチしないっていうんだって思うから、そうか、確かにタッチしないって自分勝手だなっていうところがあります。そうだよね。あ、確かに。そんな自分勝手なこと言うなよって言ったことあります。仕事出してる。オファーないかも。あれ？あ、ごめんね。あれ？おかしいな。あれ？あれ？俺ね、多分言ったことあんだよね。言ったことはある。あの、こう、強めに行くんだな、こうだし、ジャストで行くんだなとか。今日は僕らの勉強の会ですよ。でも、そうやって言ってくれたらいいんですよ。そうそうそう。ジャストだったらこのくらいだし、強めだったらこれくらい。あ、なんか。言ってないんですけど。あ、よかった。お前の立ち次第で逃げてくみたいな感じの。これカップ1個ぐらいでいいかなって言った時に、まあ距離的にもタッチ次第だよねっていうのを最後捨てゼリフみたいに、それは嫌だったも確かに、まあただタッチ次第らずに、そう、結局こっちに全部委ねてるわけだから、確かに、あってもうそっから聞かないんです。確かにいらんやつ、やりやすいかもしれないです、キャリーしてもらう。でも本当わかりやすいかもね、番手とかも一回、まあ、間違えるじゃないけど、うん、あ自分の選択が合ってたなって思ったら、うん、聞かないですもん、ね、うん、ちょっと待って待って、すっごい違うんだよ。俺、あの試合のあそこの時違ってたよみたいな目で見るから、俺一瞬、やったこと俺ごめんって言うマジかって。あ、でもすごいあれよ、プロっぽいね、うん、うん、ある意味プロっぽいかも、めちゃくちゃはっきりしてる、はっきりしてる、してないとダメだと思うよ、すごいはっきりしてるから、曖昧なこと言われると、あ、そうか、そうね、確かに、なるほどね。サブちゃんがこうやって掃除をしてた時は緊張してるから、へぇ、そうなんだ。迷いながらは嫌だもんね。そうなんですよ、確かに。だったら最終決定は自分でするから、うん、もう全部自分の責任になるから、うん、でも判定微妙な時にさ、ごめん本当に分かんない頼むとかっつって帰ってくれた方がいい時もあるもん。あ、もうその方がいいです、分かんないから。俺ね、分かんないって言うし、あの本当に分かんない、分かんないっていうか分かるけど、うん、それこそ打ち方によるときにタッチによるじゃんみたいなのは、うん、選手も分かってるわけじゃん、うん、だからその時にごめん本当にわかんないわ頼むってじゃあもうって言った時の方がカップに向かう確率は高いよね。へえ、そうなんだ。だからこれをわかんない時に決めてくださいみたいな時は、まあ下りの時とかもそれで責任半分でやるからいいんだけど、本当にこれわかんないって時に、なんか何でもかんでもこう決めてあげようじゃなくて、いや足元スライス、フックの最後またスライス、こんなんっていう時にそう言った方が、そうですね、で、あ、今の入ってもラッキーだし、入んなくてもこれは分かんないですよね、分かんなかったよね、分かんなかったよね、なるじゃん。そっか、なんかカップ際どうだろうね、てんてんてんとかだと、うん、え、
じゃそれはどっちの確かにそっか。わかりませんって言ってから決断したんですかってなっちゃうから、うん、どっちだろうね。うん、いやわかんない。そうわかんない。わかんないまで言ってくれた方が。わかんないっていう。こっちももう割り切って言ってる、うん、そうね、確かにそうかも。じゃあこっちで打ってくれって言ってそれで外れたしとしても納得できる。納得できます、うん、あじゃあ、うん、違かったね。この前白はちゃんとそういう風にできてた。何あ、見せたとき、あ、見せたときドラマでしょ。ドラマだって真剣なの。いやもう、ね、大事、全部入りました。すごい、読んでくれたやつ、ね、読んでくれたやつ、全部入りました。すごい、それはマジででしょ。マジで、マジでマジですよね。マジで入ってた。はい。いやもう岡本さんありがとうございますって言ってましたもん、全部。マジ。じゃあこれはもうつまんない、つまんない。マジでこれはつまんないから。だからすごい、ほんまそうです。ほんま。でも LINE 読みはうまいと思う。うまい。ね、それをよく聞きます。だって、日高月の。そうですよね。めっちゃ聞きます、それは。プロの、賞金王のキャディですから。いや確かに間違いない。いやもうそれはそうです。情報としては知ってたんですけど、もうやっぱさすがでした。言ってるでしょ。言ってない。言ってない。今さメモもさ矢印がない。ない。あ、そうです。なくなりましたね。だけど、もう彼はそういう解読するのが好きだから。もうね、グリーン好きだもんね。そのグリーンをこうやってこうやってこうで、それから外れた時に、あ、俺の歌たち違うんだよなっていう顔をしながら。次のボール言ってるのはよく思グリーンが好きすぎてそうなんだよね。俺そんな顔してんだよ。先生に対してそんな顔してないですよ。まあね、グリーンが好きすぎるね。それも好きだよね。確かに。逆にじゃあお三方は何が好きすぎるんですか。何が好きすぎる。そのキャディーさんとして、まあグリーンが好きすぎる岡本さんじゃないですか。いや、俺俺はあるよ。聞きたい聞きたい。俺は選手に対する人間が大好きすぎちゃう。俺も大好き。なんでだよ。お前グリーンが好きってはずだよ。ちょっと待って、それじゃリュウさん、俺はその人間が好きで、はい、だから今もう俺岩田プーズ17年やってるの。すごい。で、そのでもずっと人間的に好きだから結局やる。これごめん、だからモモちゃんももう7年目の上田プロ、ね、長いですよね。そうだから俺はどっちかというと人間が好きでやるっていうタイプ。いい抜け方、ちょっと古いタイプ。いい抜け方する。でも同じ人を長くやるってことは調子とか、いやそうですよね。でもたまにやる人の成績を見たりするのはちょっとたまに空いてる時にそれはもう別。でもこんなに人情味のあふれるやつはいないよ。じゃあ、イレギュラーの話だね。急に、じゃあ俺前年成績とかで行くとか、それはもちろんあれじゃ、うん。だけど、専属にはずっと長く尽くしてるし、すごいよ。なんかね、うん、やっぱさ、悪い時、ダメな時とかいっぱいあるじゃん。うん、だけど、あの、人が好きだからっていうのを、その人が好きだから、どんなに酔っ払っても言うから、本当に。そう。だからもう変わらない、ずっと。例年のトーナメントは何基準を なんで男子のビッグトーナメントがあるのに、ここは上田2人だから、女子と男子が、なんでそこそっちなのっていうのは、もうだんだん薄々みんなが気づき出している事実があってね、おやっぱりここは、あの、岩ちゃんは苦手なところは上田。上田が得意なところは。今聞かずともう分かったかもしれない。そう。で、あのね、違いますよ。本当に違う。そこは違う。それで、だいたい JT って最後出れるじゃん。うん、もう張り切ってスキップして帰るから来て、これ頑張ろうって言われた得意だった。いつも上位にね。俺は違う。本当に人間が好き。もう今の言われたらちょっと。なんて言われようと人間が好き。いや、相性の合うコースが好きなんでしょ。その人の相性のいいコースが好き。違うじゃん。え、でもそうだ。じゃないとみーちゃんに伊藤英介って言われるよね。そうだ、違う。ね、あとね、検索して昔グレートで練習してたとかも検索してたの。違う、だからね、日でよ、来年ね。僕も同じですから。あら、小田さんも？あの同じように武藤と有村はずっと同じように。うん、でもまあどうしてもこう試合が出なくなっちゃうから他の人やるんですけど。小田ちゃんも長いな。
ああそうですね、武藤プロと有村プロをずっとだ、うん、多分俺と同じぐらい、ね、2007、8年ぐらいからずっとやってだから島中さんはいいけど確かにいやでもさ今俺も一人の人長くやるんだけど、うん、例えばキム・キョンベとか長くやったりとか、うん、別になんで特化機会どうとかって言うんじゃないの、うん、やれるんだったらやりたい一人の人はそれなりになるこれ十何年とかはちょっとね、うん、あれだけどでもやっぱりあなんかいいなっていうのはやっぱ人柄とか相性もあるけどなんかこの人と頑張りたいのがあるじゃん、うん、なんか、うん、なんとなくそもうこのそうそうそう、ね、そういうのってあるじゃんそれがさ専属やったほうがいいぐらいだねいやいやいやおこがましいそれは ただね重いかも重い強すぎたら重いが重い毎週泣かれてるもんね確かにちょっと先週の中国版が確かにちょっとすいませんみーちゃんがめちゃくちゃしゃべるの好きだったらあの試合中ねしゃべるのがあんま好きじゃないの岩田プロとかはだからしゃべんないわけ本当はしゃべることは山ほど思ってるんだけど全部しまってるのしゃべってくるじゃん多分ねうるせえっつうぐらいしゃべれるじゃん僕はねマジちょっと今打つんでちょっと黙ってくださいそんぐらいしゃべれるいくらでも確かにそのぐらいの方がいいですなんか集中しすぎたくないっていうかあこうだからねちょっとこうしてほしいよねこうなっちゃうからちょっと狭くなっちゃうんで視野がへえー、フラフラしてたいですあそういうですあるよ確かに私ともさ、ゴルフの話あんましないですよねゴルフの話今日ご飯何するとか、それこそなんか恋愛の話とか恋物みたいなこうなりたいんだよねとかしてました、なりすぎちゃう試合中なのこうなるとしてたよ、ね、もうギューってなっちゃうね、うん、ダメなんですよへぇおしまちゃんもおしまちゃんやっぱ対応はできるいやいやいや、おかしなことになるなんで急にお店に変わりになっちゃう対応はできるねでも実際、じゃあガチで真面目にやってる時よりも緩い時の方が成績はいい。いや、絶対そうです。ああ、じゃあもうそっちの方がいいですよね。なんか、またまた。確定しました。どうしたんだろう。緩くが。なんか、おしぼちゃん。なんか、アダモちゃんじゃないけどさ。なんか、アダモちゃんは知らないでしょ。アダモちゃんはすいません。知らない。知らない。ごめんね。今まで本金属っていうのさ。あら、それはいい。今度調べてほしいから。アダモちゃんっていうね。とんでもないもん。今、おじさんはめちゃくちゃ忘れてるっていう人がいっぱいいる。アダモちゃん、名知らないですか？キャラクター？ごめんなさい。そこはね、あの、本当知らなくていい。私、ちょっと一回やってみて。いや、何やってみる？アダモちゃん。全力のアダモちゃん。アニメ？俺、初めてお願いします。音響さんっていう。わからん違うよ違うあの違うあ違う島崎と島崎とそうだすいませんあれジャンプだ島崎と白島崎つながってんねごめんねぶっちゃけどういうことちょっとついていけないませんアラムちゃんってどう思うんですかなんか一冊見たけどねなんであんな靴っていうよく覚えてます戦隊もの戦隊ものいやなんか今これそうやな全然違うよあ違う多分絶対勝ってたけどね渋子の頭好きだから兄ちゃんなんでしょでもこんなんなると思わなかったですけどねそんな責任持って名前聞いてないこんだけやっぱさ影響力あるわけちゃう確かにやっぱつけてほしいじゃんそれ知らんけどもう多分ね、もう撮ってないと思うけどはい、皆さんこんにちはなんでしょ